った光景違うかもしれない。おおすごいすごい。はい。おおめっちゃ色すごいすごいすごい。すごいことになってる、ね。乱れてる。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンがケンズイくんです。いや、イズイですよ。イズイか。ごめん。ケンズイって。剣が重要みたいなこと言ってなかったっけ。それ具志堅くんだ。あれ具志堅か。もうマジかよ。ごっちゃになってるわ。いやごっちゃなりすぎ。そうだ、それそこも間違えて、名前も間違えて僕下の名前ゴンタっていう。お前ゴンタっていうの知ってるはず。あ、なるほど。ゴンタはでも呼びやすいから、それでいこうかな、はい、お願いしますよ、はい、ということでイズイゴンタワーイ、一緒に伝説作ってます。よし、これね、ちょっともう作業の途中になってまして。そうなんですよ。はい、もうちょっと見てわかる通り、うん、なんか前回の動画見てる方はお分かりの方もいると思うんですけど、うん、作業としては羽化掘り出しをしております。はい、はい、そうです。で、何の種類をやってるかっていうところで、うん、うん、いずい答えちゃって。はい、うん、国産カブト。4次元ポケットから出したじゃん。いや、出してないんだ。それこそ出してないで、インスパイアされすぎだって国産カブトですね。はい、はい、の赤目、はい、赤目の、まあ体の色味も赤い子が多くなってる血統のやつで、うん、まあ、ブルーレッドの国産カブトっていう、うん、はい、すごいかっこいい子たちがたくさん羽化してきてて。そうですね、まあ、詳しくはね、これの前の動画上がってるんで、はい、そちらを見てもらえたら嬉しいなと思うんですけども、はい、それの続きっていう感じになるんで、うん、10セットあったんですけど、残り5セットありまして、うん、はい、で、これをひっくり返して羽化してきた子たちが何匹なのか一体っていう、うん、ところを今日の動画で完結するって感じですね。はい、はい、で、今のところもすごい新鮮なね、楽しい、いや、そうですね、羽化掘り出しになってまして、うん、まあ基本、まあ平均10匹ぐらい、はい、ここに幼虫がいた状態で、うん、22度の部屋で、どうなんだろうな、まあ割り出し時期はだいたい3月、4月ぐらいに割り出した子なんだけど、うん、1月かな、1月ぐらいには、幼虫になってた子たちって感じだから、うん、まあ8ヶ月ぐらいで羽化してきたって感じですね。8ヶ月、うん、だからちょっとやっぱ、まあ飼育下はやっぱ温度が一定だとちょっと早まりやすい、羽化まで、はい、っていうのもあるんで、あとはだからここから全頭無事にできるだけ、そうですね、無事に羽化してきてもらえてるのを祈りつつやっていこうと思いますんで、うん、で、こう後ろにね、そう、国産カブト羽化してきた子たち置いてるんで、羽を音がね、もしかしたら羽音とか聞こえたかもしれないですね。そうそうそう、ガサガサ言ってる音聞こえるかもしれないですけど、うん、そう、それぐらいたくさん羽化してきてるんで、はい、うん、じゃあ早速一ケースずついきます。いきましょう。はい、じゃあまずこれ12匹入ってるはずのケースですね。はい、うん、はい、これはだから上にね、バサッといる可能性もなくはないから。そうっすよ、タイミング的にはみんな羽化してきてるっぽいんで、もう開けてひっくり返していこうと思います。はい、さあ、いきます。上はこんな感じ。おおすごい、おへこみ方すごいな。なんか穴が一つになってるみたいな。確かにね、小映えがすごいね。そうですね、小映えのブリードは僕めっちゃうまいんで。いやいやいや、なんて言えばいいそう、小映えもやっぱ湧いてくるときは湧いてくるね。うん、さあ宿命だったりもするけど、はい、さあちょっとひっくり返してみましょうか。はい、もしかしたら上に上がったり潜ったりしてるかも。なるほど、そういう穴かもね。いきます。はい、で、ここにちょっと黒っぽい場所がサナギの部屋の空間で、うん、その周りってちょっと色が濃くなって水分が多い感じになってるのが分かると思うんだけども、さあどうでしょう。先頭無事か。12匹いきます。はい、おおおお、おお、でかいね。立派、立派です。素晴らしい。うん、はい、まず1匹すごいね。はい、そうで、中には星になってる子もいると思うんで、ちょっと苦手な人もいるかもしれないですけど、ちょっとそこだけ理解してもらえたら嬉しいです。はい、でもボロッと出てきてはないか。いきます。はい、おお、すごいすごいすごい、おすごいね。出てきた、出てきました。あ、三兄弟みたいな、星になってるサナギもあります。あ、うん、まあ今現段階でいうとちょっとカビに巻かれてる感じの子って感じ。うん、いやでもすごいね、はい、これうわ、あ、すごい絵だこれ。いやー、かっこいいな。おお、すごいすごい、おお、めっちゃいる、めっちゃ。あっちにも、あっちにも、ここにも、あ、こっちにも。すごいな、集結してたな。そうですね、井戸端会議してたかのような。
真ん中にの穴ですかね。ねえ、もしかしたら。だからそっからもう出てこようとしてた子たちって感じかな。うん、はい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 。すごいすごいすごい。すごい。おおおすごいすごい。お尻から。はい、うわあでかあでかい。でかい。このね赤い感じの。はい。そうで目も赤いんでこう見たら。そうですね。そう赤めの色味も結構あって、うん、ピンクっぽいやつもいればちょっと。赤黒い感じの子もいるっていう、うん、すごいすごい、うん、ちょっと一匹欲しいなってたけどそれ以外は元気なんじゃないかな。あでもあここはあここも違うか。おいましたいました。いた素晴らしい。いいねバランスもよくオスもメスも。そうですね。4,5,6,7,8,9,10 あと1匹か。あどこだ。あと1匹はいるはず、うん、ただもしかしたら幼虫の時点で星になっちゃったっていうパターンも考えられるけど、うん、あでもそうかな、うん、そうっぽいかな。すごいサナギの皮がガシャっていうかちょっとドキッとしちゃうな。そうですねこういう音は、うん、そうだね、はい、多分星になってました幼虫の段階で、はい、ということで10匹、はい、10匹はでも無事に羽化してきてくれました。うんいや良かったです。良かった。そして次あ、あ、違うかこれ川か。さあそして次、はい、だから引き続いてになると、7セット目か7セット目、うん7セット目、うん、ここから、はい、あこれはね、うん、実はもう結構上に上がってきてる子が多かったから念のため昆虫ゼリー入れてます。おそうだからもしかしたら上に結構いる可能性はあるかも。だから今までとちょっと光景違うかもしれない。はい、さあ行きましょう。これが、何匹これ8匹ですね。8匹僕の中で8匹が一番無難かなと思ってるんですけど。なるほどスペース的に。うん、うん、さあ行きます。はい、はい、おおすごい。うわあーでもやっぱ羽化不全の子もいるね、うん、羽が。あでもまだ餌は食べてないか。だからまだ活動まではしきってないって感じかな。うんただ上には上がってきてますね。そうですね、うん、あーでもやっぱ羽化不全になったりするんだな。だからもう普通に個別管理と同じぐらいの感覚な気がしてきたな。うん結局巡り合わせというか。さあ残り6いるはず。6さあ行きましょう。はい1,2,3,4,5,6,7,8 あ8個あるね、うん、あでこれちょっと欲しいなってるかもな。あちょっと心配な子がいますけど。はい、おいましたいました。はい動いてますよ、はい、おーいいね、うん、元気。あでもやっぱ12とかと違ってバサッと出てくる感じじゃないね。まあそうですねやっぱこんな変わるかってぐらい。まあ出てき方にもよるけど、うん、おお強い。おーおーおーすごいすごい。八幡さんが。いや八幡さんじゃないのすごかったけど液状化八幡が液状化八幡そんな社会で出てくるのかなこれ2022年9月、6日液状化八幡出現、うん、教科書に載るかそれ1,2,3,4,5 あとちょっとここちょっとここあこれはあこれはちょっと1匹欲しいなってました。はい今の子は多分その結果どうなるか分かんないけど、はい、溶質が崩れて土が入り込んでる状態だったんで多分活動始めた子たちがぶつかったって感じかな、うん、溶質に穴を開けちゃって、うん、それで羽化不全になっちゃったって感じですね。なんかまあ多頭飼育の宿命でもあるかもしれない。とりあえずそれはあるんですね、うん、だから数が少なくても多くてもならないときはならないし、うん、なるときはなるっていうのはまああるかな。はいあと1匹1匹どこだろう。おでもどこだ。土も積もって結構見つけるのも困難になってきました。確かにね。あでもちょっと幼虫で星になっちゃったパターンだな多分。うん見当たらないっすね。うんうん
もしかしたらいるかもしれないから後で、はい、またもちろん確認はしますけど、うん、とりあえずこれで終了ですね。はい、結果1、2、3、4、5、6匹、6匹、はい、8分の6って感じか。うん、8分の6チップスって懐かしくないですか。え、8分の6チップス知らないんだけど、何それ、ランマ、ランマ8分の6、ランマじゃないいや、なんかちょうど良くないしで、なんか昔あったんですよ、お菓子で。もう本当に僕らが子供の頃ですよ。いや俺マジヤンヤンつけ棒と、はい、ポケモンパン、あ、ポケモンパンとネルネルネルネぐらいしか食ってなかったから。ネルネルネルネ、あとシゲキックスか、シゲキックスしか食ってなかったから。懐かしいな、シゲキックス。覚えてない、どんなやつそれ。いや本当にポテ、なんかシールがついてるとかってこと。いや、シールは確かついてなかったんですけど、ポテトチップスみたいな。おお、本当に。でもなんか不揃いじゃなかったかな、なんかチップスター、スターチップス、はいはいはい、どっちか忘れましたけど、あの感じで形がちゃんと均等になってる感じ、細長い袋に入ってちょっとしたケースに収められてるやつ。ああなんかそんな、はい、プリングルスか。あーはいはいはい、みたいな感じ。で知らないわ。黒いパッケージで、ジャニーズが CM してたような気もするんですけど。あ、知らないな。ほんと幼稚園ぐらいの時ですね。あーじゃあ、でもなくなっちゃったんですよ多分。そうか、じゃあ俺も知ってるはずだもんね、世代的には、ね、そうですね。あーでも俺あんま小学生からあんまポテチとか食ってなかったから。あーそう、それもあるかもしれない。ちょっと懐かしい方をちょっと教えてほしい。そう、あったよねっていう。確かに。そう、あ、覚えてる方は教えてください、よかったら、はい。俺はもうランマしか覚えてないから。いや、その分数って言えばランマみたいな。分数といえばランマだったから。あ、ちょっとね、8分の何、8分の6チップス。6チップス。ちょっと覚えてる方いたらコメントください。はい。はい、うん、まさかの。そういう思い出も蘇って。やっぱカブトムシ様々だな。確かに。カブトムシで8分の6チップス行くことってあるよ。いや、あるよ、やっぱり。俺も国産カブトで、国産カブトでカブトクワガタでどんだけ野球とか小さい頃の思い出蘇ったかわかんないから。確かにこの話、普通繋がらない話するもんな。そうそうそう、このチャンネル。そう、驚くぐらい繋がるからやっぱ記憶と。なんでだろうな。さあ、そして次が、8セット目、はい、はい、これが11匹、11匹、うん、で、これも昆虫ゼリー、あ、入れてないね。うん、はい、さあ、どうでしょう、いきます。はい、はい、おー、これはちょっとなんか雰囲気違うけど。確かに、これ結構上がふかふかになってるから、はい、もしかしたら出入りしたかも。出たり、中潜ったり。ちょっと、行きます、はい、あ、でもここにいるね。いますね、うん、これは分かりやすいよ。あ、ここと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あ、10、一応洋室自体はあります、うん、さあ、あとは無事かどうか。行きます、はいはい、おおすごいすごいすごいね、すげえ。いや、これたまんなすぎるな。カブトいいな。やっぱお金と羽化掘り出しはたまんないね。いや、お金はたまったもんよ。いや、素晴らしい、はい、あ、どうだ、これは結構しっかり羽化してきてくれてるんじゃないかな、うん、すごいすごい、ここにも、はい、で、ここも、はい、うん、きれいきれい、きれいだね、すげえすげえ。お、こいつはすごいきれいだね、ほんと、明るい、明るい赤。さて、こいつはどうでしょう。はい、おお、素晴らしい、 おー、立派。はい、そうですね、うん、あ、ちょっと、布節がちょっと、あ、うん、まあ、まあ、類代が濃いっていうのもあるかもしれないけど、うんうん、あ、すごい、あ、音がすごいな、仲間の、あ、喜びの舞を。あ、ちょっと待って、この子は、あ、この子は完全に羽化不全ですね。あ、どうなんだろう、ちょっと洋室崩れてるから、崩れちゃったのかもしんない。うん、うん、洋室崩れたんじゃないかな。まあ、でも、まあ、無事に生きてくれてれば嬉しいですけど、うん、あとは、あと6だから、あと5匹、5匹いるのか。まだ5匹も、おー、いました、いた、はい、すげえすげえ、素晴らしい。なんかここか、あと ここか、とりあえずは、はい、あれ、でもここも、あ、いました、いました、おー、はい、すごい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 、
あ、ここもいるじゃん。うん、はい、おーおー、いいね、はい、かっこいいね、いいっすね。9、あと1匹、あ、ここか、いきます。あー、星になってます。うん、あ、でもやっぱ、浮か不全だな。うん、成虫になりきれなかった感じだね、はい、ということで、これで終了。はい、これが、結果9匹か。9匹、うん、全頭無事っていうのが結構稀だね。うん、なんとも言えないけど、うん、これ11か。あ、11ですか。あと1匹いるんじゃないかな。11だから、あれ、いや、でもやっぱ幼虫で星になってんのかな。見当たらないね、はい、とりあえず、まあ、とりあえず9ですね。はい、さあ、そして、9セット目、これが8匹です。これ昆虫ゼリー入ってます。お、はい、上にいるかも、もしかしたら、うん、いきます。はい、おお、めっちゃいる。すごいすごいすごい、めっちゃいた。で、めっちゃ餌食ってた。もう本当だ。すごいすごい、めっちゃ羽広げてたね。そうですね、でかいな。お、すごいな、かっこいいね。こんなおとなしくいてくれて、しかも素晴らしい。どうだ、8匹か、これは。じゃあもう半分は出てるんだ。半分は、そうか、半分は出てるのか。うお、繰り返していきます。あ、はい、お、ここにも、あ、もうほぼ活動開始してるな。あ、すごいすごいすごい。あ、あと1匹だ。あと1匹、はい、すごい。しかもバランス良さそうじゃない。確かに。あ、メス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 、さあ、あと1。お、いました。どうでしょう。あ、ちょっと羽がぐちゃっとなっちゃってるけど、あ、ちょっと浮か不全気味だけども、まあでも、うん、よかった、元気です。はい、みんな浮かしてましたね、うん、8匹、はい、8匹全員浮かしてました。はい、いや、よかったよかった、よかった。これ早かったな。そうですね、これ最短じゃないですか。最短だね。すごいすごい。まあでもまだ卵を産んでるとかはないかな。ああ、その可能性もあるの。そう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 、タイミング、うん、そうね、大丈夫そうですね、多分。うん、はい、さあ、オスだけ、オス、まあ誰かだけさ、食べ始めてたって感じかも。うん、メスはまだ下いたから、その交尾して下に潜ってたってよりは、洋室からまだ抜け出してないって感じだったから、オスの方が早かったって感じだった。はいはいはい、上に上がってくるの。はい、さあ、そしていよいよもうラストです。お、ラストか。あっという間ですが、うん、さあ、これは、あ、これも餌入れてる。あ、これすごいわ。え、はい、これちなみに8匹。はい、ちょっとじゃあいきます。はい、ラスト10セット目。はい、こちら。うわ、はい、え、すごい、すごすごいね。もうほぼ出てきてるかな。そうですね、1、2、3、4、5、6、あと2匹か。キモ、すごいね、でかいな。うん、すごいすごい。はいはいはい、確かにこのカゴだけ実はちょっと側面から見えたんですよ。ああ、うん、そう、だからこいつ、それは見えるよな、こんだけいたら、ね、そうですよね。さあ、あと、だから2、4、6、あと、え、2、4、6、2匹か。2匹。おっ、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 すごい、いました、一瞬終わった一瞬で言いました。はい、素晴らしい。見逃しちゃうね、見逃しちゃうね、うん、これじゃなきゃ。出た、死闘の、死闘のあの人いや、ハンターハンターもそろそろじゃない。いや、そうですよ、なんやかんや、ね、すごい大変な中、うん、原稿進めてくれてね、単行本出来上がりそうなんでしょ、うん、もう楽しみだね。僕ほんと久々に書店行くかもしれないです。確かにな、僕もハンターハンター以外の漫画ちょっと、うん、
ちょっともうさよならしましょう。ああ、そうなんだ。そう、さよならバイバイしましょう。ああ、幽遊白書で富樫さんだから。はい。ああ、いいね。そうか、うん、ハンターハンターだけはちょっと、うん、無理だなってなって。うん、でもさ、今もうジャンプも止まってるわけでしょ。そうですね。で、単行本は、単行本が先に進むパターンなの今回は。あー、でもどうなんだろう、ジャンプで進むのかな、一旦。でもやっぱジャンプで進めてほしいですよね。そうだよね、まあ、僕は見てはないですけど、ジャンプひとまずジャンプで、なんか勝手なイメージ、うん、週刊少年ジャンプとかそういう系が進んで、はい、一通り終わったら単行本が出るイメージだったから。まあでもそうですよね、大体。そうだよね、うん、だからジャンプでそろそろ出んじゃない。おお、単行本出来上がったらそろそろ。うん、楽しみですね。楽しみが広がります。あ、チャンネル登録ありがとうございます。あ、あ関係なかったけど。いやでもなんかコメントでこの間、普段チャンネル登録しないでずっと見てたけど、ハンターハンターは前のアニメ版の方が好きっていう俺が前の動画で言ってたみたいで、それ言ってたんでついに登録しましたみたいなコメント。いやそれ、すごいよね。すごい確率だな。そう、クワカブじゃない部分で登録してくれる方もやっぱいるみたいで、三森さんよくその難しい、うん、その意思疎通できましたね。いやそれはもう長年のね、やっぱり、うん、長年の勘でいけるもんなんや。そう、年でね。ああ、ハンターハンターやから。そう、ああすごいすごい、年で行かしてもらった。年でいけるんやな、これ。この動画上がってる頃にもしかしたら発表されてる可能性もあるよね。いやまさか、奇跡起こるかも。奇跡起こるかもしれない。合わせない、ハッシュタグハンターハンターって入れとこうかな。いや関係ないけどな、ほんとにほんとに関係ないんだよ。はい、ということでハンターハンターのね、話でまあ、ちょっと希望も膨らむところですが、終了しました。はい、はい、すいませんね、最後。いや全然俺も無理、こじつけることもできず、俺も。あ、いえいえ。いやでもハンターハンター楽しみだけど、うん、はい、うん、そんな中で言うと今日はね、カブトムシを狩りに狩りまくって、うん、あ、うん、行かしてもらって、はい、10セットやってこんだけ土の量がまずあったっていうね、衝撃もあるけども、うん、で最後の産卵、最後のセットに関しては8頭全部無事で、うん、羽化、うん、不全もなくで、はいはい、でちょっとこれ並べようかな。はい、なんで、ここに出しましょうか。ここに、はい、いきます。皆さん中指と親指の準備よろしいでしょうか。はい、参ります、せーの。はい、はい、ということで皆さんの中指と親指の力のおかげで、うん、こちらに出すことができました。はい、すごいです。すごい、見てください、圧倒的な、やばい、これすごい。とりあえず1ケースごと、はい、浮かしてきた子たちをこう入れて、うん、見たけどすごいね、数が。やっぱ数やばいですね。伝わるかな、数。どうだろう、ちょっとね、少なく見えるかもしれないけど、いや、多いっすね。ちょっとよく、こっからこう舐めて、こんな感じで、ね、ざっくり10匹ずつぐらいいるのかな。こうやって、うわぁ、はぁ、ここめっちゃ固まってんな。塊がある、塊魂みたいな。ぷよぷよじゃん、もう。いや、これ、消えちゃうかな。わあすごい、はい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 、あ、うん、黒い子もね。そうね、やっぱ全体的に赤い子が多いけど、その中でもやっぱちょっと黒っぽい子も出てきてるね。見比べるとすごいわかるけど、でこの子はちょっとまだ羽化したてだし、かつ羽化不全でちょっと危ないからここに置いてて、でこの子は土をやってる間に1匹出てきてくれました。はい、はい、よかったよかったよかった、はい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 、こんな感じです。いやーすごい、いやすごいね。でちょっとこっちに寄せて、はい、だから羽化した子たち、うん、ひとまず羽化した数、うん、になるかな。あ、まあまず幼虫か、幼虫全体の幼虫の数が、はい、結果的に、12、うん、で11、だから、12、33、うん、幸先悪すぎるな。12、11だから、23、35、43、53、53、71、83、95、107、115、115ですね。おー、幼虫が115匹いました。なるほど、計算が間違ってなければ、うんうん、で、その中で羽化してきた子っていうのが92かかな、はい、
丈夫ですか。ちょっともう一回数えていい。そうですね、一応、うん、92、92。ああ、よかった。92かな。92ですね、うん、結果的に言うと、やっぱ20匹ぐらい欲しいなってるのか。うん、うん、そう考えたらやっぱその数で見ると多いけど、率で言ったら 85% ぐらいかな、が、うかありうかまでいってるって考えたら、はい、まあ平均ぐらいなのかな。まあしょうがないことかなとは思うけど、うん、結果的に特大ケースよりかは浮か率は良くて、はい、かつ、まあ、浮か不全の子もどうしても出てきたけど、うん、洋室その8匹で管理してたやつと12匹で管理してたやつ、うん、結局どっちでも出てくる可能性あったし、まあ、そこはちょっともう運かな、うんうん、とは思うけど、だから、まあ、原因としてありえなくはないから、その洋室を壊されたり、うん、幼虫同士で傷つけ合うみたいな、はい、うん、感じの部分のところで考えたら、やっぱ個別管理の方が、なんだろう、その1個の原因を解消できるから、はい、うん、それで羽化不全が出てきたり、星になることも全然あるけど、うんうん、1個解消するっていう意味では、やっぱ個別管理の方が無難かもしれない。うん、ただやっぱ多頭飼育の方がオスとメスの羽化ずれっていうのがなくなったりとか、うん、もうそういうメリットもあるし、はい、あとはまあ工数が減るから、1個蓋開けて土を出して土入れてっていうのを100匹繰り返すって相当な時間だから、うん、それをトータル10ケースで10回でやれるっていうのも、まあやっぱこっち側人間側の都合だけど、うんうん、その時間短縮とかにはなるから、はいはいはい、そこで言うとやっぱ、まあ、メリットも大きいなとは思ったかな、うんうん、だから感覚難しいけど、うん、まあ、10匹は大丈夫そうかな。なるほど、うん、この大きさだったら10匹ぐらいがベストぐらい、うんうん、そうね、10匹ぐらいでいいかな。あとはだからもう自分のマット交換のスピードをどうしたいかみたいな、うん、8匹だったら8匹と12匹だとまあ4匹分やっぱ餌の消費量が早いから、まあ、単純に確かに、うん、多くなればですね。そう、8匹だと3ヶ月持っても、うん、12匹だともしかしたら2ヶ月しか持たないとか、はいはい、っていうこともあったりするから、それをどうするかですかね、はいはい、だから10までは無難かなって思いました、やってみた感じは、うんうんうん、ちょっとせっかくだからオスメス何匹かも確認するか。オスとメスの割合も、うん、そうね、はい、ちょっとケースにまとめましょう。わかりました。これぐらいあれば大丈夫かな。とりあえずメスからいこうかな。はい、1、はい、飛び立つ前にね。あ、確かに、うん、飛ぶ可能性もあります。すごいからみんな、1、2、3、うん、5、4、はい、5、6、7、はい、ですね、8、9、10。じゃあ僕、大きいくらいを。あ、オッケー、ちゃんと覚えます。1、2、3、4、5、6。はい、ですね。おー、強いね。うん、6、6、6。よいしょ。ちょっと足が6、7、8。おー、9。やばいやばい、女性専用車両だぞ。はい、何匹だったっけ。9です、9です。あぶねー、はい、ありがとう。言いたくなっちゃった。10、うん、言いたくなっちゃった。はい、20ですね。はい、20。これで20か。はい。20多いな。すごいね、20って多いんだね。21、22、23、24、25、26。うわー、すごい。26、27。あー、すごい。27、28。29。おー、すごいすごい、やばいよ。29、30。30。30、31。はい。32、33、34、35、36、37、38、39、40。40。41、42、43、はい、44、45、46、47、48、49、やばいやばい、49、50、51、52、53と、これで以上だ。53ですね、メス53。53、うん、すごいな、これやば、これやばいね、メスだけでこれよ。はい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 、すごいな。オスも数えてみるか。そうですね、一応、うんうん、ちょっとこの中に入れていきますけど。あ、この中にも、うん、1、2、3。おー、すごい。
456すごいすごい入り方。78910おーすごい11、12、1310、あ、ごめん14、15、16、17、18、19、20、21やばいやばい22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38で、ちょっとこの子まだ固まってない子、うん39と39ですね合ってました合ってますはい素晴らしいはい良かったですこれはいやこれすごいねすごい結構でかいケースなのに、うん、こんなことになって待っちゃってるよこれわあすごい真っ赤な国産カブトだしが色が変わっちゃいましたねあこれすごいねほんとねケースの真っ赤に見えるねすげえなこれすごい100匹ほぼ100匹うんいやすごいですはあうわすごいことになってる、ね、乱れてるねすごいすごいこの子たちは また小分けにしていこうと思いますけどもはい、うん、すごいめっちゃこいつら愛し合ってるなほんとだここら辺やばいな、なんかもう玉入れの数数えてるみたいな確かに赤段の玉入れの数そうそうそうあいやすごい結果メスの方が多かったねそうですね、うん、バランス的には悪くないかなとは思うんですけど、うんうんまあ、この子たちはもうちょっと早めに小分けにしていきたいんで、はいはい、ここで終わりになりますけども、うん伊豆井的にはどうだったいやもうこの最後のこれがもうすごいすごいね、うん、こんな光景多分もう一生見ないかもしれない確かにねこれはやばいなだいぶ貴重な、うんうん、昆虫採集とか俺も行くわけでもないしあんまりこうやってこう一気にガッと入れる感じのもないから、はいうん、僕的にも、うん、眼福ですね完全にこれすごかったなーいやー相当な量がね出てきていやそうねもう本当に、うん、すごい圧倒されましたね圧倒されたね、うん、ちょっともうまた夏が終わったけどまた夏が始まりそうな光景で、うん、確かに、うん、いや良かったです、うんはい、でまあこの子たちの前に羽化してきた子たちで産卵セットは組んでるんで、うん、この子たちはもしかしたら委託に出すかもしれないかな、うん、おそらくって感じになるんで、まあ、ランバージャックとか概要欄というかランバージャックっていう昆虫ショップが東京にあるんですけど、うん、よかったら皆さん検索してちょっと気にかけてもらえたら嬉しいはい、はい、そんな感じで今回の動画は以上になりますご視聴ありがとうございました。